じゃあ、ウルカソーシーマン始まりました、ウルカです。なんか、水が降ってきた今日は、雷神の新年会にお呼ばれしてるんで、ここに、ここのビール、なんかいろいろ年末大会を振り返るんですけど、まあ、俺出てないんですけどいいのかなと思ってるんですけど、まあ、ファンの人たちに会えるんで、ちょっと楽しみにしてます。はい、じゃあ、行きましょう。はい、はい、お、来た。緊張するっすね、やっぱりでもこういうの慣れてるんじゃない？いやでも慣れてても緊張しますよ。慣れてないし。じゃあ、太陽選手、はい、岡選手、慶太郎選手、太陽選手、佐々木優香選手、中村慶太郎選手。よろしくお願いいたします。はい、ウルカです。ちょっと年末出てないんで、ここに立つのちょっと恐縮なんですけども、今日は皆さんに会えて本当に嬉しいです。今日はよろしくお願いします。それでは皆さん、恐縮ではございますが、みんな持ってますね、ご紹介ください。皆様の、ご健勝と、今年の雷神のさらなる盛り上がりを記念いたしまして、乾杯。はい、ありがとうございます。こんばんは。遅れました、すみません。高いところからすみません。新年明けましておめでとうございます。大晦日どうでした？皆さん最高でした？ケンタロウは試合した、最後も試合した、また負けましたけどね。ウルカは見てるだけ。ライブとかコンサートとか舞台だったら一回作ったものを何回も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 繰り返して再演ができるんですけど、本当にこう格闘技ってその刹那刹那でみんなの力がファンの皆さんと選手と、まあ、主催者も含めてですね、一つになると奇跡の空間ができると思います。どうぞ今年もよろしくお願いします。以上です、ありがとうございました。CEO 慶太郎選手、平本選手の思うベストマウントはどの試合でしょうか？まあ、タイガの、2敗目も本当にいい試合でしたね。悔しいですね。はい、第10位です。はい、第9位です、はい、これは覚えてる方多いんじゃないですか？大晦日の試合ですね、はい、29日の試合ですね、はいはい、タイガ選手です。これは大阪の選手ですね、はい、ミクロ選手の試合は結構入ってるってことですね。1位でしょ、はい、まあでも1位はやっぱり、はい、堀口君でしょう。あー、そうですね、はい、と思いますが、はい、と思います。果たして、はい、第1位です。堀口選手と朝倉海選手です。朝倉165センチ 60.75 キロ堀口
手は何か。はい、僕はやっぱり堀口選手と朝倉選手が結構印象に残ってて、僕ちょうどこの時ニューヨークにいたんですけど、すげえ向こう夜中だったんです、夜中もう朝方だったんですけど、もう気になっちゃってで、もうまさかの結果だったんで、もう結構一人で呆然としてました、はい、結構そういう方多かったと思うんですけど、この試合は本当にね、ちょっと心に残ってる試合です。はい、はい、ありがとうございます。ウルカー選手はどのぐらいどうなんですか、普段どの。僕までも10キロぐらい戻して試合に臨めるって感じです。あ、そうなんだ、はい、身長どんだけあるんですか。身長178とかですかね。その前フライ級だったんで57、そうや、57ぐらいですね。ではこの後選手のサイン写真撮影会とさせていただきます。つかないようにね。大事に、はい、これだ。じゃあ写真撮ります。すげえ、あさみさんですね。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。タケルがあれだけがクリアになれば、僕自身と僕らの ISKA の知名度があるかって誰も知らないんで、いろんな会場に手を出していくのも悪くはない。このタイトルショット、マネルケープと大木久保、大会は2月で新作なんですか。じゃあ、それも買ってきます。チーズ。チーズ。はい、大丈夫です。チーズ。やべー、大変。マネージャー、マネージャー、マネージャー、マネージャー。カメラをちゃん、サンちゃん、カメラ、いや、私はどっち、あ、そうだ、はい、はい、チーズ、はい、はい、いただきます。はい、チーズ、はい、一枚ですか。はい、はい、チーズ、いきます。はい、チーズ。じゃあこっちもお願いします。こっちもお願いします。こっち YouTube 用なんです。お願いします。お願いします。はい、もう一枚いきます。はい、チーズ。めっちゃおしゃれなパンツがどうできてるかをちょっとさっき聞けたんで。いや、パンツです。パンツ YouTube で。いや、もうもちろんバレバレで、はい、なんかちょっとコラボしてやります。はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます、本当に。あんまり話したことないですね。あ、そうです。ぐらいですね。めちゃくちゃいい人です。いや、本当に。もっとなんか、オラオラしてるのかと思って。めちゃくちゃでかかったっすね。何キロぐらい？今、81ぐらい。ねえ、そんなあるんですか？ゲームがない。ゲームがあんまり。いや、勝手に大きくなっちゃう。これからもウェイトもやろう。でも、スピードもめちゃくちゃあるから、筋量も落ちてないから。あ、そうですね。前からそんな、フィジカルとかも。あんまり、もうランニングとかしかやってなかった。あ、そうなんですか。やんないと、ね、やりだしたんですか。そうっすね、やりだしたんですか。体のサイズの半端ないそんな急にでかくなれるの結構すぐでかくなっちゃうんですよ、一斉練習してる。これじゃあ試合の時も80キロぐらいですか。これも試合の時は78ぐらいでした。えぇ、そんなでかいんだ。試合時代久しぶりだったんで。そうですね、約2年ぐらい。大丈夫ですか。あ、はい、全然大丈夫ですか。あ、見たことありますか。自己紹介しか上げてないけど。あ、そうなんです。ありがとうございます。NG だったら一回目に言うと。あ、はい、違う、ダメだよ。あ、全然これ大丈夫です。やめろよ。ちょっとプロレスみたいな。心から本当力が溢れ出てきて全然元気です。そう自分が来たことによってなんか来週も変わった気がするよ、自分の中で。本日は本当に
声がもうちょっと一人一人話をしたいんですけど、またこういうイベントを呼ばせていただければ、またこうやって会話できればいいなと思います。試合についてはまだ分かんないですけど、7月本当は復帰したくて目指してるんですけど、この様子見ながら経過見ながらということで、作って今準備期間なんでしっかりと作り上げて、僕もそのライジンさん出てから、下校してるんで、しっかり、ね、勝って爆発するような勝ち方は絶対するんで、今年は復帰戦ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ウルカソーシネマキウルカ、今回はライジン新年会、4選手でねやらせてもらいましたけど、やっぱりこう一人一人顔見れたんですごい元気もらったというか、嬉しい会になったと思います。またこういう機会があればぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。